こんにちは、アムゾです。今回はもともとね、アイロニクスを配信する予定だったんですけど、ちょっとトラブルが発生したので、順番入れ替えまして、虫歯と歯磨きの関係についてお話をしていきます。で、まずはじめにちょっと皆さんに周知しておきたいことがあります。アムゾーのインスタグラムが、なぜかアカウント停止になってしまって全く使えない状態なので、復旧させるのが時間かかってしまうと。ということでね、新しくインスタグラム作成し直しましたので、動画概要欄にインスタ貼ってますので、そちらからぜひフォローお願いします。ということで、周知は以上になりますので、解説を開始していきます。今回の内容は、5月17日の東洋経済のニュースに掲載されていた内容も引用しますので、ニュースを見て知ってるという方もいらっしゃると思うんですけど、ニュースに掲載されていない内容を少しだけお話しするので、何かしながらね、聞いていただくといいと思います。まずは神奈川県歯科大学大学院歯科研究科教授の山本氏は、歯磨きに虫歯の予防効果はないというふうにお話をされています。歯磨きはね、小さい頃から虫歯予防のためというふうに教わってきたんですが、実際は予防にはならないということが多くの国で実証されているようですね。そんな中でも歯磨きで明らかに虫歯予防に効果的だったという研究報告があります。それが歯ブラシにフッ素入りの歯磨き粉を塗って磨いたケースです。歯磨きで虫歯予防するのは、歯と歯の間や歯と歯茎の間のプラークの歯垢除去と言われてきましたが、この研究ではね、歯垢除去ではなくてフッ素のある働きにより予防されると報告されています。フッ素は虫歯初期に起こる歯から唾液中に溶け出したカルシウムやリンを元の歯に戻す働きっていうのがあるんですね。その他にも口内細菌の増殖を抑える働きや、歯のエナメル質に働きかけて酸に溶けにくくさせる働きというのがあります。これらのことからフッ素を歯に塗ることによって虫歯予防になるというふうに考えられています。歯ブラシは歯垢除去の道具ではなくて、歯にフッ素を塗る道具ということですね。これは実際にアメリカの歯科医師会か何かでも実際にね、そのように定義されていますので、歯ブラシは歯を磨くではなくて歯にフッ素を塗る道具というふうに、今後ご認識いただいてもいいのかなと思います。で、虫歯をね、減らすたった2つの方法ということで、このニュースの中では今日、紹介されています。まず1つ目が砂糖を減らすということですね。砂糖などの摂取は酸を作る原因となり、虫歯へとつながってしまいます。砂糖の摂取自体を減らすことで根本的に虫歯を予防するということが可能となります。で、2つ目がフッ素入りの歯磨き粉を使うということですね。これは先ほどご紹介した通りになります。ここまでが東洋経済から出されている情報なんですけど、歯を丈夫にする栄養素っていうのを今回僕からね、ちょっとだけご紹介していきます。必要な栄養素っていうのは、タンパク質、ビタミン A、C、D、ミネラルのカルシウムとリンになります。これらの栄養素を摂取することで、歯のエナメル質であったりとか象牙質と呼ばれる場所などを強くするということができますので、虫歯菌に対して根本的に歯を強くするということが可能となってきます。ただ人によって体のどの場所が優先されて栄養が運ばれるかというのは、これ人それぞれなので、虫歯になりやすい人は歯に栄養が運ばれにくい体質という可能性があります。なので、そういう方は溢れるくらいの栄養素を摂取することで、これらの優先順位っていうのを関係なく体中に栄養を巡らせることができるので、サプリを摂取するということが歯の健康においても必須となってきます。ということでね、今回の動画は短いんですけど、これで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。It's turning out to-